熱血コンサル基礎産業。北海道の医療法人が経営破綻。コロナ感染拡大で患者の減少が追い打ちに。この話なんだけど、コロナになってみんなの外来患者が来なくなるというかね、減るから売り上げがすごく下がって苦しい病院っていうのがすごく多いっていう話がもともとあるんですけども、今回のこの話ってね、実を言うとちょっとこれ以前に問題があるなと思ったんだね。小児科と産婦人科を持ってるってことなんだよね。産婦人科ってすごいリスク高くて、生まれてすぐにね死んでしまったとかいうようなこともよくあるし、でもう一つ僕もなんか産婦人科の先生にもう長いことこう訪問させてもらってた会社があってですね、そこの先生も言ってたことがあるんですけども、もうどうやって言ったらいいかな、お金が儲かる儲からないでやれるような商売じゃないんですよね。生まれてすぐに死なせてしまったっていうふうなことが何千人も取り上げた中で2人ぐらいいたらしいんですよ。そういう中でも一生こう引きずっていくみたいなところがある。それだけもうプレッシャーが大きい仕事なんだけど、そんなに思ったほど儲かんないっていうような、もともとビジネスモデルなんですよね。あとまあ小児科って薬が少ないじゃないですか、一般の内科とかと比べてね。薬で儲けるっていうことがなかなかできないから、もともと儲かるビジネスモデルじゃなかったんですよね。でそんな中コロナで余計ともオンライン診療とかね、そういうものも流行ってくる中でおかしくなったっていうのが一つ。もう一つがこの話はね、そういうお医者さんが急にお亡くなりになるというか、いうことによって一気に会社の財務内容がおかしくなるというか、医者といえどもそんなに儲かるビジネスモデルじゃないって言ったらおかしいんだけど、皆さんも考えたことないですか？医者ってなんでこんな儲かるのかって。医者ほどリスクが高い商売ってないんですよね、実は。人の命を預かるから。僕も企業再生っていう仕事をやってますけども、周りの会計事務所から見るともうなんでこんなお客さんまで扱うんかいうようなね、いうようなお客さんを扱ってるんですよ。だけどそれだけリスク高い、むちゃくちゃリスクが高いからこそ、要は利益が上がるというかね、やっぱ負ってる リスクの高さと同じぐらい報酬をもらってるっていうふうに考えると非常に分かりやすいというか、世の中のビジネスモデルってね、逆に言うと誰でもできるじゃんっていうようなものだったらすごくリスクが少ないから儲けも薄いよね。儲けが薄いからこそやっぱりスケールアップしないと儲からないっていうのが今の世の中の構造という話なんですよね。今回のこちらの会社はですね、北海道の旭川ってところにあるんですけど、旭川には1回だけ行ったことがありますね。ちょっとあることで行ったんですけども、人口はそんなやっぱりもう札幌ほどじゃないんですよね。でそんな中で医者も手配しにくいというような中のこういう、まあ、お仕事だったから、地域にはどうしてもないといけないっていうような商売だったんだろうと思うんですよね。でそういう中でもやっぱりこういうふうなお亡くなりに急になってね、で医師の確保ができないと、なおかつそのコロナでやはり生活体系というかスタイルが変わってくることによって、医者といえどもやっぱり負債を抱えたまま破綻してしまうというお話なんだろうと思うんですよね。何の商売でも安全というものはないという一番いい話なのかなというふうに思ってるんですよね。お医者さんは儲かるというイメージがあると思うんですけども、産婦人科小児科に関わらず、お医者さんならではのビジネスの難しさっていうのはどんなところになりますか？お医者さんのビジネスの一番難しいところっていうのは固定費よね。固定費がすごくかかる。やっぱりね、人もやっぱりしっかりした人が入ってきますからね。だって資格取らないとやっぱり仕事できないというか、まあ医療事務なんかもやっぱり医療事務取ってる人がこう医療事務をやるとかね、何かしら勉強してる人が入ってくるからやっぱり所得が高いよね。だから所得も高いで、逆に機材も高いっていうところがあるから、よく慎重にやっぱりビジネスモデルを組み立てていかないとなかなかうまくいかないっていうことがありますよね。複合的に患者さんに施術していかないと儲からないっていうのはあるかな。集客にすごく苦労するんですね、お医者さんって。最初に立ち上げた時に僕もね、この間まで重役にお医者さんがいたんですけど、そのお医者さんもまあ、ある、まあ、広島の田舎でクリニックをやってるんですが、
僕もまあびっくりしたのがね、集客に苦労してね、そのお医者さんね、新婚さんいらっしゃいに出てたんでね新婚さんいらっしゃいに出ないといけないぐらい集客というのすごく苦労するというかね、認知されるまでに時間がかかるという、その間にやっぱり費用がどん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 出ていくみたいなことがあるんですよ。だからお医者さんのビジネスっていうところは、周辺にどういう要はライバルがいてね、そのライバルのあぶれてる顧客というか、待ち時間というかね、待ってる間こっちの自分のところに来てもらった方が要は得ですよというかね、そういうところをうまくアピールするっていうところが必要なのかな。今から僕がこうお医者さんのコンサルをやるというか、何をやっぱりやったらいいですかっていうと、いろんなビジネスお医者さん見てきたけど、耳鼻咽喉科は結構ね硬いと思うよね。なんでかというと、やっぱフィーバータイムがあるからね、花粉症っていうね、だから花粉症の時期の半年前ぐらいにオープンしないと患者さんをこうちゃんとコントロールできないっていうような事態が発生するんですね。そのフィーバータイムの、まあ、半年前、冬とかぐらいにオープンしないといけないぐらい季節性要因があるんだけど、確実そこでは儲かるというか、いうまあビジネスモデルで、かつその設備投資が低くて済むというのはあるかな。俺が見てきた中でこれはやり方が難しいなと思ったのは整形外科だね。リハビリテステーションっていうのかな、いうのを作らないといけないし、最近はロコモティブシンドロームっていうのがね、対策として上がってきてて、内科の人とかそういったところもその整形外科の領域に入ろうとしてるってところがあるから、非常にまあ競争が激しいのかなというふうには思いますよね。どちらにしてもですね、リスクが高い割にはその要は設備費もかかるみたいなね、そういうようなビジネスモデルだとやっぱりちょっと苦労するというか、2代目3代目でやっていってもらった方がいいっていうようなことがあるし、逆にまあ皮膚科とか耳鼻咽喉科っていうのはあんまり設備投資にお金がかかるわけじゃないから、独立起業してもいいのかなっていうようなまあ考え方ではいるんですけどね。どちらにしてもお医者さんを呼べないっていうようなことになってくると、今回みたいにお亡くなりになると一気にまあ潰れるみたいな、僕も2回ぐらい経験したことはあるんですけども、そういうちょっと難しさもあるかなというふうには思いますね。今回理事長の急性で産婦人科を続けることができなかったみたいなのですが、多くの中小企業は事業の継続には社長がいないと難しいというところがあるかと思うんですけども、事業の継続のためのポイントっていうのは何かありますか？これはね、もう結論から言うとこれしかないんだと思う。職人技は受けない、やることを見やすくして価格を下げるということだと思う。そうすると誰が入れ替わってもその仕事ってできるっていうのがまあ一つよね。でもう一つはその何かに働いてもらうってことが大事なのよね。人以外の、これが大事。うちの会社だってその企業再生っていう仕事を主にやってますけど、僕と2代目がまあ主にやってて、例えばまあどちらかが死ぬとなかなかもう回らないんじゃないかと思う。企業再生ってところで考えると、例えば貸金業であるとか、その資金調達コンサルであるとかっていうところはある程度こうパッケージングできるので、ここで回していくとその金利で稼いだりとかね、顧問料とか調達コンサル手数料とか、そういう資金の出入りで稼ぐっていうことが仮にまあできるようになってくるんですよ。規模ができてくると、そういうふうなことをやれるようになると、その自分がいなくてもだんだんこう稼げるようになってくるっていうのが一つよね。このまあ主にこの2つかな。でもう一つやっぱり一番大事なこと、規模を大きくするということが大事。規模が大きくなってくると無視できない存在になってくると、周辺のライバル企業もそうだし、要は業界から見てもそうだし、地域から見てもたくさん人を抱え込めるようになってくるから、1人しか採用できないっていうよりも10人採用した方がすごいいいのが出てくる可能性だってあるわけですよ。だから確率論から言うと、やっぱり大きくしていかないと事業の継続性というところが難しいという一番いい例なのかなというふうに思います。僕もね、企業改善っていうところで今もう何社もお客さん持ってるんですけども、やっぱり一番苦労するところがここなんですよね。なんでかというと、やっぱり社長に魅力がないっていうのもあるから、社長に魅力がなかったらやっぱり人がついてこないし、そうなってくるとスケールアップすることができないじゃないですか。ということはやっぱりやってるビジネスに魅力があるビジネスじゃないと
なかなかこう人を集めるってことができないし、後継者を育成するってことも夢のまた夢で終わってしまうということになるんですよね。人間生まれてくるからには必ず死は待ってる話なので、今回みたいなことっていうのはあるんですよ実際。私もね、医療担当をやってた時にすごいいい会社があったんです。これ同じ産婦人科だったんですけども、急にお亡くなりになってね、お亡くなりになったらもう一気に破綻懸念先ですよ。非常に危なかったんだけど、ある大学のね、教授がお亡くなりになった人と仲が良くってね、でそこから一人送られてこられて、事業としては回せるようになったというかね、働いてる人とか、顧客とかいうのを守ることができたんだと思います。何が言いたいのかというと、やってることに公共性はありますかっていうことがもう一つは非常に大事なことだと思います。こういうことってやっぱりそのみんなが助けてあげたいっていうふうに思わないとこういうふうにならないんですよね。多分今回のこの旭川市の案件なんかも一旦は破綻すると思うんだけど、地域になきゃいけない事業だと思うのよね。そうなってくるとやっぱり周りが助けてくれるはずなんです。そうするとその事業が継続していくってことができるようになってくるんですよね。このあたりのね、やっぱり今やってることは人にやっぱり言える事業ですかっていうところから経営改善っていうのは必要だと思います。このあたりでお悩みの方がいらっしゃったらですね、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。